はい、どうもキングジョージです。ってことでね、本日、一人でございます。今日持ってきました。でちのりってことで、ちのりを用意します。ね、見てもらったらわかるんですけど、なんかちょっと、声反響しますよね。そうなんです。せっかくちのりあるんやから、ドッキリ仕掛けて。多分ね、今夜のけど、この公演で今日なんかちょっとバタバタして、で、まあ、どうせ、絶対通るんですよ、ここ。カメラマンとキングが通るときに、俺がオーリーマンに襲われてたら、どういう反応するかというね、ゲストでございます。ゲスト紹介します。はい、殺し屋、一人。一人500円で買いました。これは強敵だ。ということでやっていきましょう。Let's get started。はい。メンバーが襲われてた、助けようと思わんかった。正味、そんなん無理。なんで逃げる。なんか今日撮影場所もなんかおかしいな思っとって。な、本日の検証はメンバーが通り魔に襲われてたらどうするのか。助けるわけない、ありえん。助けるわけない、ありえん。助けるわけない、ありえん。しかもお前のことどうでもいいから。やるじゃないか。すごい、手は出したばよ。マガシ、今から普通に俺歩いて、今からタバコ買いに行くのよ。歩いてきて。いける。この辺ちゃうたぶん。おる。え、待って。え、やばいって。え、これってお前どうすれば。え、どういうこと。これ誰がどつかれてんの。え、これ触っていい。ユウダイ、ユウダイ、やばいやばいやばい。ユウダイどうする。ユウダイマジユウダイ。ちょっと待って、ほんま救急車呼んで。ほんまに救急車入らんで。携帯だ。俺も携帯忘れた。110110。ユウダイさすがにやばい。どうしよう。これ電話かけてきた。それ警察よ。完全にやられてるよお前。お前そこさ警察。じゃあ俺お前見たけど怖いわお前。ちょっと警察とさ救急車間違えるバカいますか。ねえアホ。ねえお前ほんまに俺にこんなんすんねんな。焦った焦った。お前ほんまにお前こんなんすんねんなお前。ほんまに、ね、ここバカ痛かって。ここずっとお前俺こまこに鬼焦ってたよ。別に焦ってないですよ。心配した、心配した。かっこよかったで、意外と。触っていいとか言う確認いらんねんけど、普通。なんか、お前自分に殺人来ると思ったから、触っていいとか聞いたんやろ。自分残ったら言えん。もう怖いな、お前。普通にすぐお前、俺は想像してた、大丈夫かっていう、雄大っていうのを俺は待ってたんや。ちなみに。一個だけ言わせて、一個だけ言わせて。ほんまにこんな、なるやん。生できん。何もできん。これがでも多分リアル。ちなみに、俺は鬼助けた。俺マジで助けて。助けるわけない。ありえへん。